一ヶ月後。あ、肛門ってことはまさか。合格したんだ。やったー、すげえ。本当に合格したんだ。よかったね。自分がユニベールにいるなんて信じられない。まあ、めっちゃ嘘偽りで固めてるけど。今日からユニベールでの生活が始まるんだ。なあお前、クラスなんだった？俺オニキス。僕ロードライトだ。そうだ、どのクラスになるのか確認しないと。まさか、そうちゃん？そうちゃん、いつも演劇ごっこしてた与永宗志郎くん。本当に君なの？久しぶり。そうちゃんもユニベールを受験してたんだね。おい、ちょっと口止めしねえと。うん、ずっと夢だったから。あれ、でもていうか合格してんのすげえな。お前、立花。あ、すずくん。まあ、それ受かってるか。よかった。あ、森牧くん。おお、お前も合格したんだな。おめでとう。森牧くんも。やっぱ運いいな、俺たち。実力だよ。お、立花の知り合いが。あ、僕たち幼馴染なんです。幼馴染が揃って合格なんてすげえな。俺は入試で一緒だったんだよ。そういやクラス分けもう見たか。向こうの掲示板に貼られてんだろ。うん、まだだよ。僕も。俺もなんだよ。ユニベールってクォーツ、オニキス、ロードナイト、アンバーの4クラスに分かれてんだよな。うんうん、クラスごとに特色も違うんだよね。クォーツはクラステーマが透明なだけあって、まだ色がついていない演劇未経験者が入ることも多いクラスだよ。あ、そう、なるほど、クラスによってテーマが違うんだ。うわ、透明っていうテーマいいな。オニキスは舞踏が強いジャック中心のクラス。反対にロードナイトは歌唱に力を入れているジャンヌ中心のクラス。なるほど。アンバーは才能がある個性的な生徒が集まるクラス。今一番強いクラスじゃないかな。おい、なるほど、闇鍋的なね。いや、俺そういうとこ一番好き。見た目だけで言うと立花はロードナイトっぽいな。俺は体動かすのだけは得意だから、歌や芝居よりもダンスで活躍できるオニキスが向いてっかも。僕はクォーツがいいな。わかる。実は俺、クォーツにいた伝説のジャックエース立花月に憧れてユニベールに入ったんだよ。あら、月にのファン。だから立花月と同じクラスに入りたくてさ。あれ、そういやお前の名字が立花だよな。ギク。月にの血縁者だってバレたら私の素性もバレやすくなるかもしれない。え、それ先輩には通用しなさそうだけど。本当だね、一緒だ。軽く流しておこう。もしかしたら遠い親戚とかかもしれねえぞ。直結直結。あ、ねえ、クラス分け見に行かない？これから自分たちのクラスに移動しなきゃいけないし。お、そうだな、行こうぜ。え、そうちゃん、これ察してくれてんのかな。ありがとう、そうちゃん。のことなんだね。すごい歴史だ。よし、クラスの確認しようぜ。ドキドキすんな。立花。あ、クォーツだ。あら、3人とも。なんて偶然。これからよろしくね。
一緒に勉強して舞台を作っていくんだね。早速知り合い2人もいるのすげえ嬉しい。よろしくね、2人とも。やりやすい。クォーツ、月にと同じクラスで学べるんだ。1年クォーツの橘さん、1年クォーツの橘さん、至急校長室までお越しください。ギク、私とちょっと行ってくる。あの不審な校長ね。合格おめでとうさん。成績も良かったみてえだな。スカウトした甲斐があったぜ。あんま入学式早々これ校長室にその橘って名字込みで呼ばれるとなんかいきなりなんか波乱を呼びそうで怖いんですけど。だけどこっからが本番だ。今から校長の俺が直々にお前専用の入学案内をしてやるよ。やった。まずはじめにお前が女だって知ってんのは俺とクォーツの担任江西六郎だけだ。江西先生ね。あとはお前の幼馴染だな。ああもうリサーチ済みなんだ。てかなんだこの部屋、校長先生のためだけの部屋だ。すごい和風。こっちも危ない橋を渡る覚悟はある。お前のことは多少調べさせてもらった。まさかお前の事情を知っている奴が入学してくるとはな。分かっているだろうが他の奴らにお前が女だってことがバレたら退学だ。ま、うちにはお前以上に女らしい奴はいくらでもいる。下手に男らしくする必要はないだろう。男を装ってぎこちなくなるよりは自然体でいた方がいいということですか。そういうこった。次に他の生徒たちと信頼関係を築くこと。なるほど。女だとバレることを恐れて閉じこもられても困る。舞台を作る上でも大事なことだ。大丈夫、早速友達、初めての友達で一人できたから。はい。あともう一つ、ユニベール公演で主役になること。ユニベール公演で主役。これは今話してもわかんねえだろうから学校に馴染んでから詳しく説明する。少なくとも主役っていうなんかやべえ目的をいきなり言い渡されたのだけはわかるぞ。簡単に言うと常に良い成績を狙っていけってことだ。無能な奴を眺めて楽しむ趣味はねえからな。どれだけ大変かは時期にわかる。わかりました。お、ユニベール歌劇学校へようこそ。この物語の主人公であるあなたはこの学校の生徒であるために学年の最後に行われるユニベール公演で主役にならなくてはいけません。はい。ユニベール公演で主役になるためにはそれまでに行われるいくつかの公演を成功させ、クラスとしても個人としても良い成績を収めていく必要があります。そのためには日々のレッスンが欠かせません。レッスンを行い主人公を成長させましょう。それではユニベール歌劇学校での学園生活をおたえ、あ、学校生活をお楽しみください。あ、後ろになんかいっぱい映ってる。まだ知らないキャラが真ん中に2人。すみません、遅くなりました。おお、入りたまえ。誰？あの人が先生？でも制服を着てる。じゃあ先生か。校内放送で明らかに呼ばれていたね。初日から何か問題でも起こしたのかい？窃盗、強盗、過失傷害、恐喝、脅迫、銀行強盗。早い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 。あと後半になるにつれもっとやばい。こんな華奢な体でできるかい？できるわ。やろうと思ったらできるわ人間。やるな。その足で学校来るやつなんていねえだろ。黒黒、この人入学試験で模範ダンスを踊っていた高階さらふみさんだ。そんな肝っ玉の座った新入生がいてもいいじゃないか。ふーみん、この世はドラマが全て。ふーみんで、おまわりが来たらどうすんのさ。差し出す。社会生活は法が全て。私はどうしたらいいんだろう。お前たち一年が困っている。やばい、なんかスター選手勢揃いなんですけど緊張するわ。あの人はホールの場所を教えてくれた内海海さんだ。海先輩。おお、失礼、暑くなっていたよ。サンキュー、むつみし。ひとまず君は空いている席に座りたまえ。
ありがとうございます。立花、こっちこっち。あ、鈴くん、ここが空いてるよ。そうちゃん、では、みな揃ったところで改めて僕から挨拶を。はい。ユニベール78期生の諸君、入学おめでとう。透明なるクォーツへようこそおいでなすった。なんかアンバー感ある先輩だな。僕はユニベール76期生で3年のネジコクト。ネジコクト先輩、なんかすごい名前だな。ネジ先輩ね。クォーツの組長兼脚本兼演出兼その他もろもろをやっておる。あ、組長なんだ。あら、よろしくお願いします。つまりクォーツの舞台やストーリーの大枠は僕が作っていると言っても過言ではない。すごい。すでにご存知だろうが、ユニベールでは歌劇を学びながら各クラスごとに舞台を作っていく。早口だなこの人。俺に似てるわ。1年生から3年生までみんなで協力して。だ、はいはいはい。舞台は順番に新人公演、夏公演、秋公演、冬公演、ユニベール公演の5つ。はい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 。校長先生が言っていた、ユニベール公演は最後の公演なんだ。君たちの初舞台は名前のまんま新人公演。1年生諸君が主役の公演さ。ありがとうございます。俺らが舞台に立てるんすか？もちろん主役だからな。泣こうがわめこうが新人公演がある5月30日には大勢の観客を前に舞台に立っている。主役だからねーっていうところかわいい。5月30日、今日が4月5日だから2ヶ月も前。客層のほとんどは君たちを温かく見守る人々で占められているが、中にはもちろん厳しい眼差しを向ける者もいる。うんうんうん。雑誌の記者やプロの評論家、熱狂的なユニベールファンなどがそれだ。なるほど。新しく入った1年生たちがどんなもんか見に来るわけだ。素人同然の君たちの目標は、新人公演までに舞台上で歌って踊ってお話ができるようになること。まずは僕が君たちのために脚本を作ろう。ひなでも舞台上で羽ばたけるような脚本をね。あざ先輩、チース、シャス。配役は4月中に発表する。何か質問は？みんな急に具体的な日程を伝えられて戸惑ってるみたい。他の寮もこんな感じなんかな。はい、質問です。えらい早かいの。新人公演に上級生の皆さんは出ないんですか？いい質問だ。安心したまえ。僕はひなの羽を散らすだけの舞台にするつもりはない。上級生も当然舞台に上がる。あ、じゃあ一緒にできんだ。すごいじゃん。憧れの先輩たちといきなり演劇できんだ。あくまで新人公演の主役は新1年生ずっと。なるほど。俺たち上級生はお前たちのサポートに回る。いや、ちょっとなんかね、もったいないっすね。こんなすごい人たちこうサポートにさせるって、なんかお腹いっぱいになっちゃうよ。わからないことがあればその都度聞くがいい。どの先輩も親切丁寧に教えてくれることだろう。いい環境だな。え、なんだ。いやだけど。一部例外もいるがね。ムハムハハ。ミッキーも2年になるんだから、少しくらい後輩に優しくしたっていいのよ。ミッキー、こんにちは。校長先生が私以上に女性らしい人はいくらでもいるって言ってたけど、本当だ。うん、確かに女性にしか見えない。あ、でも肩幅とかがちゃんと男性っぽいのがすごいな。お人形さんみたいに可愛い。でもさ、なんか体の形がちゃんと男性なんだよね。あの人、白田美月先輩だよ。歌が得意なんだって。それで美月って読むの？めっちゃかっこいいやん。カタカナのつ入れの反則だって。めっちゃかっこいい。美しいつで騎士の来て。俺も改名したら美月にしたい。綺麗。何見てんの？すみません。すみません。他に質問ある子は？配役はどう決めるのか、どんな訓練をすればいいか、質問はない。あ、配役の決め方気になるね。配役はどう決めるんですか？僕の独断と偏見だ。うん、シンプル。レッスンでの様子や学内生活、普段の歩き方、話し方、体型、声、表現。
れじゃあ、ありとあらゆる要素を踏まえる。最後は直感だがね。直感。うん、僕の直感で原石を見つけるのさ。なるほど。じゃあどんな訓練をすればいいのか、これ全部聞けるんだ。新人公演までにどんな練習をすればいいんでしょうか。いや、影丸すごく勤勉だってるか、勤勉なあれだね、生徒だね。勤勉はそれあれだわ、その健康を測る時のやつだわ。まずは明日から始まるレッスンをしっかり受けることだね。もういきなり始まるんだ。教科ごとに専門の先生たちが手取り足取り飴投げ鞭飛ばして教えてくれる。時には誰かと交流して自分にはないものを吸収するのもいいだろう。ユニベールでは自主性が求められる。しかし与えられた時間は有限だ。目標のためにどんなレッスンが必要なのか、誰と過ごすか、しっかり考えて行動したまえ。ありがとうございます。じゃあもう質問はないです。今聞いた話で大丈夫。では組長兼もろもろからは以上。あとはお譲りしますよ、六郎氏。ああ、わかった。クォーツ担当の江西六郎だ。あ、この人試験官もやってた人じゃない。レジが説明した通りだな。俺からは特にない。いいよ、職務放棄。大人があれこれ出しゃばるもんね、ユニベールじゃ。あの人が担任の先生、私が女だってことも知ってるんだよね。協力者だ。明日から早速レッスンが始まる。新人公演までに必要な技術を身につけるようにな。では解散。そういえば君がいない間にみんなで自己紹介したんだよ。あ、そうだったんだ。大事な場面いなかったな。え、そうなの。今から改めて挨拶してきたらいいんじゃね。うん、そうしよう。いい仲間たちだな、本当に。お、立花、挨拶は順調か。ユニベールはでけえから人探すのも大変だろう。それにしてもすげえデザインだよな、クォーツ寮。水晶が飛び出てっぞ。有名な建築家がデザインしたらしいぜ。うわーすごい、なんかブルーピリオド思い出すわ。寮もすごいけど、ここからの景色もすげえぞ。見てみろよ、玉坂市が一望できる。いや、すげえロケーション綺麗だね。本当だ。これからどんな毎日になるんだろうな。俺たち緊張する？する。でも期待の方がでけえかな。新人公演でいい役取りたいし。堀巻くんはいい役がもらえそうだよ。すずでいいぜ。今来て長えだろ、みんなそう呼んでたし。改めてこれからよろしくな、橘。うん、こちらこそ、鈴くん。一歩近づいたね。入って入って。あ、そうちゃんの家？家ってか部屋？荷ほどき終わった？あ、やっぱそうなんだ、ここが寮なんだ。え、寮めっちゃ綺麗だな。だいたい本はまだ並べてないけど。こんなおしゃれな寮あっていいんですか？舞台に関わる本がたくさんある。もう勉強してるの？出遅れないようにね。試験に落ちたと思ってたくらいだから。ねえ、どうしてユニベールに入れたのか聞いてもいい？うん、それが実はカッカクシカジカなのよ。取れないけど、月にのことだからどこかで元気にやってると思うよ。そっか、そうだよね。うん、そうだ、協力するよ。君がユニベールで学校生活を送れるように。困ったことがあったら何でも言って。ありがとう、そうちゃん。いい子だな。ヨナガ総志郎くんだよね、多分ね。ヨナガだよね。ありがとう、そうちゃん。いい名字だな。一緒にまたお芝居ができるなんて嬉しいな。ねえ、ちっちゃい頃やってたんだもんね。大変だと思うけど、君がユニベールに来てくれてよかった。一緒に頑張ろうね。いや、いい協力者、理解者ができた。最高だ。よろしくね。あ、
歌声が聞こえる。中庭綺麗。ミッキーだ。あの人、城田先輩。ミッキー先輩。歌が得意だって聞いていたけど、本当に綺麗な歌声。ね、無料で聞いていいんですか？歌詞の情景が思い浮かんでくる。ジロジロ見ないでくれる？不愉快なんだけど。ひ、すいません。あ、すみません。なんだ、またお前か。遅れて入ってきた新入生。はい。立花と言います。どうぞよろしくお願いします。女みたいな顔。え、あ、そうですかね。声も高い、体つきも華奢、いかにもジャンヌ。自分の特徴くらい自覚しとけば。すみません。すみません。僕はユニベール77期生、2年の城田美月。クォーツのジャンヌでトレゾール。トレゾール、トレゾール、また知らない単語が。ここじゃ歌姫って意味だ。なるほど。城田先輩の歌、立ち止まって聞き入ってしまうくらい素敵でした。うんうん。それで盗み聞きか。すんません。すみません。すんません、ほんますんません。どうでもいいけど。じゃあ。あら、行っちゃった。人と関わるのがあまり好きじゃないのかな。ちょっとツンツンしてるね。それにしても綺麗な歌声だったな。あ、誰かいる。ん、なにこれ、裏山。赤い先輩。宇都宮先輩だ。こんなところで何をしてるんだろう。何か集中してるみたいだけど。てか俺はなんでここに足を踏み入れたんだ。邪魔したら悪いかな。クォーツの新入生か。暴れた。あ、はい、立花です。ああ、お前は。はい。あ、気まずい。あ、気まずい。どうしよう、会話が途切れた。ユニベール76期生、睦巳海、3年だ。あ、睦巳先輩ですね。海でいい、周りもそう呼んでいる。でも、あ、気まずいって。はあ、はあ、気まずい。死ぬ、過呼吸で死ぬ。じゃあ、カイさんと呼ばせてもらいます。はい、カイさん。あ、カイさんはクォーツのジャックエースなんですよね。ジャックエースといえば、月にも勤めていたジャックのトップ。それだけ実力があるってことだ。そうか、月にもジャックエースか。そうだね、トップって言われたもんね。俺はアルジャンヌを彩るための器だ。それ以上でもそれ以下でもない。何？え？そういう捉え方なの？じゃあ。あ、はい。アルジャンヌを彩るための器、どういうことだろう。ね、ちょっと気になるな。あれ、クォーツの組長、ネジ先輩だ。この部屋に入っていった。いらっしゃい。えい。こんなところでどうしたんだい。クォーツの皆さんに挨拶をして回っていました。首相な心がけじゃないか。それならお入りなさいよ。あら、すごい。なにこれ。僕の作業部屋さん。へえ、綺麗。ちょっと怖いけど。では改めて紹介し合おうか、お互いの自己。僕はネジコクト、クォーツの組長兼もろもろ担当者だよ。脚本や演出をされているんですよね。しかし裏方だけでなく、僕自身も舞台に上がる。イエスをイエスって言わないでください。イも発音してください。演者としてはきらめく姫や王子からジジババまで何でもござれよ。男女両役こなせるんですか。かくいう君も、総合的な意味合いではどちらともいけそうだね。なるほどなるほど。ああ、なんか見られてる。で
虹先輩がメモを取り始めた。何を書いてるんだろう。僕の手元に興味があるかい。何を隠そう、我がクォーツの舞台脚本さ。まだ草案だがね。どのクラスも生徒が脚本を書くんですか。まさか。よそは脚本家や担任から脚本を譲り受けているよ。僕が特別。へー、かっこいい。てか担任が書いたりすんだ。じゃあ、あの縁日先生もなんかそういう系の力があるのかな。はてさて、君はどんな役が似合うかね。虹先輩が至近距離で吟味するように私を見てる。女の人ってバレそうじゃない。ノットシケ。夢中になると周りが見えなくなってしまうものでね。僕らがやっているのは果てがないことだ。芝居をする、ダンスを踊る、歌を歌う、それぞれがどこまででも追求できる分野だろう。一角の人間になれるかもしれないが、ともすればただの器用貧乏で終わりかねない。どれほど時間を費やしても足らない、恐ろしい世界なのだよ。だからこそ夢中になれる。舞台は巨大な装置、ジャックとジャンヌはその歯車、僕はそれを組み立てる職人。共に良き舞台を作ろうではないか、立花くん。はい。というわけで、僕は執筆をせねば。君も新人公演に向かって頑張りたまえ。ありがとうございます先輩。どんな脚本ができるんだろう、楽しみだな。ねえ、ワクワクする。あ、誰かいる。ここまで来たら今度あれじゃないか、やっぱ高階先輩じゃない、うん、やっぱり高階先輩だ。フロアの真ん中で気だるそうに立ってる。高階先輩が踊り出した。入試の時に踊っていたダンスとは違う、魔物の舞だ。すごい。緩やかな動きの中にもメリハリがあって、所作が全部綺麗。目線の動かし方一つとっても花がある。ずいぶん熱い視線向けてくるね。あ、すみません。さっきから謝ってばっかりだ。入試の時もそんな目してたな。あんなにたくさん受験生がいたのに覚えているんですか。赤いのとお前はよく覚えてんよ。二人ともひどい踊りだったからね。ははは。冗談冗談。赤髪の方は本当にひどかったかも。ね、名前は。いや、てか胸元開きすぎよ。立花と言います。立花。俺はユニベール76期生、3年の高階サラフ。堅苦しいの好きじゃないから、フミでいいよ。フミ先輩ですか。先輩もいらない。じゃあ、フミさん。楽しませてくれよ。不思議な人だな。間近で見ると圧倒されちゃう。それがアルジャンヌなのかな。綺麗で美しくて可愛いのにかっこいい。すごいな。あっという間に今日が終わった。え、これ自分の寮？めちゃくちゃおしゃれ。うちよりいい。ここが私の部屋。めっちゃ綺麗じゃん。まだ全然生活感がない。新しい部屋の匂いがする。とりあえずでっけえ漫画本棚作ろうか。今日からここで生活するんだ、ユニベールの生徒として。あの日見た月にみたいに舞台で輝けるよ。頑張ろう。うん。お、次の日、新人公演まで54日。まだあるな。おはよう。ちゃんと寝たか。今日から授業開始だ。はい。授業の進め方について説明するぞ。ちなみに俺は演技の授業を担当している江西六郎だ。あ、ってことはじゃあやっぱ演技とかできる人なんだね。すごい。それじゃレッスンのスケジュールを組んでみろ。スケジュール、あ、自分で組むのか。そうかそうかそうか。あ、すごい。ユニベール歌劇学校では演劇を学ぶために月曜から金曜の平日にレッスンを行うことができます。レッスンを行うことで主人公が成長します。
レッスンを行うと経験値が手に入り、経験値が一定の値になるとパラメータのレベルが上がりますと。なるほど、あ、可愛いこのミニキャラ、デフォルメキャラ。レッスンは全部で6種類。レッスンによって上がるパラメータは異なります。ランニング、歌唱、役作り、エチュード、舞踏、座学。エチュードってのは即興劇だよね。精神、歌唱、魅力、読解、舞踏、表現。うわ、どれ上げようかな。パラメーターはゲーム内のいろいろなところに影響します。日々のレッスンを頑張ってください。ありがとうございます。ランニング。ランニングで精神力を高めることができます。まずは基礎の体作りから始めましょう。座学で読解力を高めることができます。ユニベールの教科書から演劇や歌唱の基本を学びましょう。歌唱で歌唱力を高めることができます。基礎的な歌唱法を呼吸法から身につけていきましょう。舞踏で舞踏力を高めることができます。基本のステップを学び、体で覚えていきましょう。役作りで魅力を高めることができます。演じる役柄のことを一つ一つ知っていきましょう。エチュードで表現力を高めることができます。エチュードとは即興劇のこと。頭と体で即興の物語を紡ぎましょう。なるほど。今は、これあれか。やったら、もうレベル上がりそうですね。なんか、2って赤く光ってるってことは多分これ、右のね、このパラメーターのところ。多分これやればいい、まず1レベルから2レベルには上がるんだな。あ、休むこともできる。今日は休息をとって体力を回復しましょう。どうしようかな。まず一通りやってみようか。じゃあランニング。あ、ちょっと待って。あ、これ合ってるよね。月曜。はい、ランニングにしてみます。じゃあ、はい。おー。あ、エニー先生かわいい。7日になった。あ、これ1日1日できるんだ。なるほど、なるほど。ユニベール、本当に入学できたんだ。本当に入学できたんだ。え、ね、ネジ先輩。おはよう。おはようございます。おはようございます。私、言葉に出してましたか？いいや。でもそんな顔してたから代弁してあげたのさ。当たってたみたいだね。ユニベールに入れた幸せをかみしめながら頑張りなされ。あ、はい。エスパーか、あの人。エスパーだよ。レッスン失敗。レッスンは行うと体力が消費されます。体力がゼロでもレッスンを行うことはできますが、失敗することがあります。体力が少なくなった時は、レッスンを行う代わりに休むを行い、体力を回復しましょう。レッスンを選ぶときに R を押すと、次の休日まで同じレッスンを自動で行います。慣れてきたら、活用してみましょう。なるほど。ただまあ、一個に一点集中したりとか、まあ、週ごとに変えていくんだったらそれもありかもね。あ、これあれか、一回でもうそのままレベル上がるんだな。また2から3にできるみたい、ランニングも。え、どうしようかな。あ、ほんとだ、できるできる。え、どうしようかな。なるほどね。え、この90、80、70、60ってのは何？あ、体力のことが。なるほど。でもどうなんだろう、精神力大事な気がするけど。まあ、せっかくだからちょっとまず一回全部2レベルに上げてみようか。ダメだ、俺こういうの几帳面だからね。なんか全部秒、なんか均等に上げたくなるんだ。でもラブプラスとかやってて俺それ失敗してるからな。はじめまして。あら、読解力のレッスンを担当する高根和也です。かっこいい、イケオジだ。舞台の歴史や戯曲の面白さについて一緒に学んでいきましょう。はい。物知りそうな先生だな。高根先生はアンバーの担任の先生なんだって。ああ、ユニベール歌劇学校の母体でもある玉坂歌劇の演出にも携わってるそうだよ。あ、じゃあもうプロの方だ。玉坂歌劇、確か月にも玉坂歌劇で活躍するはずだったんだ。そうだよね。え、あ、じゃあやっぱそうだよね。だから月にもそのはずだったんだよね。どうぞよろしくお願いします。月にマジでどこ行ったんだろう。ストーリーを進めていったらわかるのかな、答えが。